はい、シムズ4をプレイしていきたいと思います。今回は何をしましょうか。前回はね、あれでしたもんね、あの自己紹介、前回まで自己紹介しかしてないですもんね。そろそろなんか仕事とかお金稼ぎ系のことちゃんとやっていきたいですよね。家の物を増やすにもお金ないとどうにもならないんで、一応どうしよっかな。仕事探してみましょうか、やっぱり。はい、始まりました。コリンズさん、とても深いってトイレ行かない、トイレ行かないと、あ、スタートしないといけないんですね。はい、スタートしました。動け、あ、動いた、トイレ行ったね、 OK だね、トイレ行ったね。さて、ああそうだね、欲求、衛生、あ、もう今からお風呂入るでしょう、勝手に。シモロジー、所持品なんもないもんね。友達、そうそう、手振ってるよキャリア、キャリア、キャリアにつく。仕事を探してください。お、キャリアにつく。え、つか今お風呂入ってなかったっけ。あ、なんか出てきた。仕事、エンターテイナー、素人エンターテイナー、カリスマ技術者、ライブチャットのサポートエージェント。なるほど。あ、時給があるね、時給。時給31、23、16、16、25、26、15、9。犯罪者って、犯罪者はまずいでしょ。いや、ダメ、善人だからそんなことしない。21、17。あ、すげえ、スパイっぽいこともできるんだ。一番給料高いのやろうか。あ、それとも働く曜日が少ないやつがいい？時間が少なくて済むやつがいいか。10時から18時、8時間？ 8 時間、まあみんな8時間かな。スポーツ？いやー、いや、宇宙飛行士はちょっと別でしょう。よし、一番高いのやります。サポートエージェントになりましょう、ライブチャットの。お、水曜日の10時からだってよ。お知らせをすべて自動的に展開する。深い。お風呂入っていいよ。お風呂入っていいよ。あ、泡風呂に入るとかあるじゃん。ちょっと泡風呂に入ろうよ、泡風呂に。持っておくれ。ちょっと一回出て、ちょっと出て、あ、出たね。で、次泡風呂入ろううわー、匂いしてるぞ。すげえ、緑色の。あれ、今俺泡風呂にしなかったっけ。まあいっか、泡風呂なってるのこれで。まあいやいや。で、昇進条件、次のことを意識しましょう。ポジティブな感情の状態で仕事に行く。日課を完了する。同僚と良い関係を維持する。日課、ゲームをプレイする。え、素晴らしくない？ゲームプレイしたらいいの。いいな、この日課。これは、これはガブさんに向いてるぞ。お、なんか伸ばせるし。お、陽気、陽気、孤独を楽しんでるお風呂孤独だもんね。いいね、いいね、喜んでるならいいね。コリンズ・ガブリエル、電話。ちょ、誰かが、誰かもう一人楽しそうな人がいるぞ。このおっちゃんか、話してたの今。パソコンは何ができるんだ。キャリア、パソコンで探すのって今スマホで探してたの一緒なのかな、別なのかな。
プログラミングの練習、ゲームをプレイ。ゲームプレイしたらいいの？日課だもんね。やってみようか、一応。じゃあ、ゲームをプレイしよう。ゲームをプレイ。あ、選べるんだ。びっくりスポーツ。ブリックブロック、ブリックブロック。よし。あ、そっか、登録される感じかな、こっちに。なるほど。誰かのためにモノマネをする。シムをクリックして面白いカテゴリーからモノマネするを選択してください。お、これやってみようか。ちょっとこれキャンセル。シムをクリックして、シムどこかいる？いなくない？誰もいないんだけど。誰もいないんだけど、この街大丈夫かな？あ、いた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 。ちょっと、ちょっとお兄さん、お兄さん、待って。自己紹介、自己紹介。自己紹介がない。さらなる選択肢、面白いから、ジョーク。何でしたっけ？モノマネをする。よし。モノマネしよう。お、なんかやってる、こっち。チェスやってる。またこっちでも腕立て伏せやってる。この人に腕立て、自己紹介しに行こうか。腕立て伏せしてる人に。モノマネしに行こう。チェスの邪魔しに行こう、チェスの邪魔。人一応いるんだ、いろんなところに。ガブリエルどこ行った？おっと、突っ立ってるぞ、ちょっと待って。チェスしに行くんだって、チェスじゃない。この人に友好的な自己紹介しに行くよ。よしよしよし。走れ走れ走れ。あ、こっちで腕立て伏せ。負けた人が腕立て伏せみたいな感じ。はいはい、自己紹介しよう。そうそう。そうそう。お、いいね。チェスなんかさせないで。あ、すげえ、こいつ話しながらチェスやってやがる。すげえぞ。めっちゃ考えてるけど、こっち考えてないし。いやー、すげえ。勝手に進んでく。すげえ、任したのか。あ、違う。腕立て伏せ始めるのかと思った、今。さらなる選択肢から面白いで。モノマネ。これでいいのかな？もしかしてこれお金もらえる ?200、238。238。お、いいね。あれ？ 238。お金じゃないのか、これ。なんか、別のやつか、このマークは。どこかに表示されてるのかな。この人もチェスしに来た。あ、腕立て、え？なんで腕立て伏せ始めたのよ。この人も適当に自己紹介する。あ、この人知ってるの俺。どなた様？ダグダグ。ダグダグ。ダグダグ。ダグダグがこの町での挨拶なのかな。ダグダグ。お、どこ行った？え？何？何してんのこれ。ハンバーガーをグリルするだって。素晴らしい。お前ハンバーグ焼けるのか。ちょ、ま、え、ま、待って。俺今大変なもの見てしまった気がする。やばいぞ、あいつ。今、ガソリンかけてた食べ物に。え、待って、焦げてないこれ。ちょ、待って。焦げてるって。いや、こんなもんなのか？ハンバーグいっぱい焼いたけど、誰と食べるんだい？そんなに。誰と食べるんだい？品質いい。作成者とかあるし。残り8個。どうすんの？所持品に入れる。ちょっと待って、パンツに入れないでよ。待って、所持品に入れるって。所持品ってこっちにあったよね。これ売れたりしないの？このアイテムは売却したり削除したりすることはできませんって。どうすんのよ。どうすんの？どうすんのこれ。
え、今度何？今待って、今なんか起きたよ。ハンバーガー、あ、一個ずつ分けた。もう食べてる食べてる。あ、ハンバーガー、ハンバーガー。いつの間にかパンまでちゃんとできたのね。相変わらずどうやって食べてるか不思議だよね、この人。あっちでなんかやってるし。あれ、ちょっと角度どうやって変えるんだっけ。こんな、あれ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 、あ、これでいいのか。一人でチェスやってるこの人たち。え、大丈夫こいつ。幽霊に向かって振ってたんじゃないの。こいつ一人でご飯食べてるし、ちょっとご飯誘おうよ。立ってる人から誘おうよ。ちょ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 、あっと、さらなる選択肢、ハグする。いや、ハグしちゃダメだから。いたずらもダメ。フレンドリー、フレンドリー、食事に誘うとかないの。ないなないな。さらなる選択肢。え、いつの間にかこいつこっちに来てる。あ、ここにいろっていうのを押しちゃったからかな。いいよ、食べて戻って、ゴミを捨ててちゃんと食べたな。あ、この人、この人にクレイジーな目を光らせる。ちょっとやってみようよ。いきなり抱き、こんなことやって大丈夫なのか。抱きしめるとか絶対捕まるし、捕まるやん、そんなことしたら。ティナを笑わせる。今日火曜日だから水曜日、明日、あれ、いなくなっちゃったよ。あ、チェス始めちゃった。すげえ、スキル習得しました。一人でチェス始めちゃったよ。そりゃ新鮮だろうな、新鮮な空気、気分は最高。一人でチェスやできるもんな。一人でチェスって楽しいのかな。一人で将棋する人もいるから、そんな感じか。お、やり直しやり直し。これがマックスになったら、あのスキルのレベル上がるんだね。ハンバーガーあと6個、痛むまで7時間。このハンバーガーどうにかして配れないのかな。ワールドに配置。え、ワールドに配置。あ、ちょ待って、あー、いらんことやったかも。スキル上がる前にワールドに配置をしちゃったから。どこにデリバーすんのかな。お、あの人食べるくれるかな。食べないね、まあいいや。だけ勝手に誰か食べるよ、勝手に誰か食べる。海賊の、海の怪物役として遊ぶだって。おっちゃんおっちゃん、ハンバーガー食べませんか。ハンバーガー、このゲームクリックむずしと、さらなる選択肢、関心事について話し合う。ティナをクリックして面白いカテゴリーからソーシャル。お、楽しそうじゃん。ティナ探しに行こう。ティナ、シモロジー、人間関係。ティナ、ティナ、電話来てるよ。電話来てるけど、どうやって電話取るのか分かんないから、いっか。ライブのチャットのサポートエンジニアと開始まで19時間。ティナ、あ、ティナいた。ティナ、メール送る。あ、何？いい感じ。え、話してる目の前でメール送り出したよ。お、子供来たよ、子供。うーはは、は、お、海賊ゲームしようぜって。いいよいいよ、やろうやろう、海賊やるよ。あ、できないし。完成だ。ダクダク、誰に向かって。お、料理のスキル上げようぜ。これいいよ、これいいよ、料理のスキル上げよう。信じられない話をする。やばい、これ楽しそう。
ちょっと、なんだっけ。シムをクリックしてフレンドリーカテゴリーから信じられない話をする。フレンドリーカテゴリーから信じられない話をする。あれ？なくね？ゲームとかしかないぞ。フレンド、さらなる選択肢。さ、あった。よし、行け。信じられない話をしに行くんだ。友人とかでこれ分けられるんだ。友人一人しかいないし。ジェフリーさん。お、信じられない話しに行ったぞ。何を話すんだ？何を話すんだ？爆発した。それで？バザーで、これ何これ何？カエルが出てきて。なんか変なのに出会って。うわぁ、惹かれた。おぉ、いいね。大成功だよ。フレンドリー、面白いソーシャルを実行して、フレンドリーの面白いソーシャルをクリックして、面白そうな話をしろってことかな。とりあえず、相手のことをもっと知ってみようか。自信がある。お、いいじゃん、いいじゃん。本の虫、本大好きなんだ、この子。本大好きなんだ。フレンドリーの本関係なんかない？アウトドア。文句は言っちゃいかないよ。どっか行った、どっか行った。どこ行くの？あ、もう疲れたの？疲れたから椅子。おい、寝た寝た。昼寝中？昼寝中にしてはちょっと。7時まで寝ちゃってる、夕方の。大丈夫？誰かとおしゃべりする。社交カテゴリーの中の電話する。お、電話しよう。このディナ、ティナ？ティナに電話しよう。笑わせないといけないからどうにかして。笑わせないといけない。よし。合ってるよね、これ。ディナを笑わせる。ディナがどこにいるのかわかんないけど。ミクリックとかで行かない？電話してる？あ、電話してるね。今笑ってたんじゃない？ちゃんとディナ、ウェブサイト見なくていいよ。ディナってどこにいるんだっけ？ジョークを言う。ちょっと、ディナさん探さないと。こいつは誰？ちょ、これディナじゃない？自己紹介って書いてるから違うな。ディナは、お、自己紹介、海賊役できるんじゃない？あ、できないや。ディナさん、どこの家の中にいる？家の中何も見えないね。家に近づかないと見れないのかな？この人は？違うな。違うな。どっかいる？公園に。お、誰か、ハンバーグ、ハンバーガー食ってる。人の作ったハンバーガー勝手に食ってる。めっちゃ幸せそうだ。自己紹介しに行こう。このハンバーガー作ったのは私ですよって。サマーとおしゃべりする。極上料理を作る。冷蔵庫をクリックして。お、これティナじゃない？違うな。お、いいね。この人もハンバーガー食いに来たよ。いいね、いいね。ハンバーガー食ってるよ。まあ、あの人もハンバーガー食う？この人もハンバーガー食う？そうそう。そうそう。やべえ、友達増やしすぎたらさ、ちょっと誰が誰か分かんなくなっちゃうかもね。もういいや、適当に話しちゃう。そこら中の人話しちゃう。あ、この人知ってる。これあれ。隣のうちの子だ。あ、この人ティナちげえな、絶対。
ひな、あれ、ハンバーガー食べに来てよ。おい、クリックが難しい。は、自己紹介。適当。お、ハンバーガー食いに来た。やったー、大好評だよ。ハンバーガー大好きだね、みんな。え、食べないの？あんた。食べていいんだよ。食べていいんだよ。親に習ったのかな、ハンバーガー。食べちゃダメだよって。人の作ったハンバーガー勝手に食べちゃダメだよって。お、来た。来たね。ナブクーゼ？お、ちょっと良さそうじゃない？これなんか話すことある。ジョークを言う。面白いカテゴリーから。ちょっと待ってね。とりあえず相手のことをもっと知ろうして、ジョークが好きそうな人に向かってジョークをちゃんと言いましょう。下手なことしたら大変なことになるかな。あー、やだ。他の人。さらなる選択肢。あれ、この人たちがどうなってんのかわかんない。ペンギンについてのジョークを言う。楽しそうやん。なんか不快になってる。あ、トイレ行きたいんだ。トイレ行こう。ちょっと。あ、ジョーク言えた。よし。低音楽でダンスするわって。そんなのいいか、トイレ行かないと。お、バスルーム使う。いいね、いいね。ピーさん、ソフィア。オーブリー・サマーとおしゃべり中。おしゃべりはちょっといいよ。座る。え、腐った。うわ。逃げろ。ダメになりました。って品質が。早く入る。そう。早く入らないと。ダメになりましたって。ああ。もったいない。これじゃ食べ捨てようか。捨てよう。はい、ちゃんと捨ててあげよう。おい、先に捨てられちゃったよ。えらい。先に捨てられちゃったからやることなくなっちゃったよ。何？あとはクリックで展開。あ、この性格つけたの間違いだったな。みんなと楽しくできないじゃない。そっか、あ、もう夜遅いよ。221って金減ったんじゃない？大丈夫？しかも23時だ。寝なきゃ。明日仕事だよ、ちゃんと。確か。どこだっけ？俺だ。あと、あれ、どこに書いてあったっけ？あと11時間。じゃあもう今日も寝ていいのかな？どうなの？ご飯作ろう、ご飯。ちょっと待って、キャンセル。寝るのキャンセル。夕ご飯作ります。料理する。何作る？安いのにしようか。安いけど、ちょっと、マカロニチーズ、グリルドチーズでいいや、もう。一人前。よし。そう、寝る前に料理しよう。確か料理のやつあったでしょ。あれ？あれ？あ、あった。冷蔵庫をクリックして料理するリストを選んで。いいね、料理しよう。楽しそうだね、今日料理も。増えてるけど、これレベル上がんないな。お、今日なんかいい感じじゃない？さっきハンバーグ作ってたから、ハンバーガー作ってたから結構美味しそうなのできたんじゃない？
いいね。いいね、いいね。光ってたよ、今。ピカって。お、いいんじゃないですか。ほらほら、光ってる、光ってる。ちょっといい感じのできましたみたいな。光ってる理由がわかんないけど、光ってる。おー、匂いして。いい出来だみたいな。で、不思議だよね。食ったはずの、取ってるのにこっちにもあるっていう。いいね。あれ？でもこれ終わってない。終わったんだ。経験値みたいなのどこに溜まるのかな？これとは別なんだよね。どっかに溜まってるはずなんだ。あ、これだ。これだ、これだ。今560あるんだ。報酬ストア。ああ、報酬ストアからこれ買えるんだよ。これ使って。あ、すげえ。すげえ。見てこれ。高い観察、鋭い観察力。清掃。これって使い切りなのかな？持つシムはだからこれずっとできんのかな？これいいな。夜型。いや、夜型はまずいから。指導者。特定のスキルレベル10に達している。朝型。速読。フリーサービス。一度しか使えないサービスはどれも無料で利用することができます。すげえ。商売上手。ええー、そうなの？え、シムの時間戻せるんだって。クリエイティブな先行者。おお、いろいろあるね。いろいろあるな、本当に。これ面白いね。なんか欲しいのあるかって言われたら、このスキル欲しいよね。鋭い観察力。観察力は後で。気が向いたら撮ってみようか。結構すぐ溜まりそうだけどね。鏡を使って会話の練習をしてください。よし、鏡。鏡を使って挨拶の練習をしましょう。スピーチかな？ちょっと眠そうだけど、スピーチの練習して眠ろうか。そしたら夢の中でもまたできるでしょ。ぐだぐだや、これ。ぐだぐだだけどできるのか？やだ。お、いいね。結構なんかもう力ないな、こいつ。もうちょっと頑張れ。もうちょっとだ、もうちょっと。そう、疲れてるけど、もうちょっと頑張れ。あれ、これ伸びてる？伸びてるよね。ゆっくりだけど。もしレベルが上がったら寝るから頑張れ。疲れてんな。あ、すげえ、鏡にちゃんと映ってる。鏡にちゃんと映ってる。あ、ダメだ、これ下げられない。おい、いいね、いいね。いや、何を思って練習してるんだろうか。もう少しだよ、もう少し眠れるから頑張れ。もう少し眠らせてあげるから。またちょっとで100溜まるんだ。100フレンドリー、ステレオ音楽ダンス、夜からダンスはさせないから。お、いいね。魅力スキルレベルが3になりました。やった、寝れるぜ。もう寝よう寝よう。もういいよ、もういいんだよ。スピーチの練習はまだ頑張る？いや、もういい。よく頑張った。こんな2時を夜遅くまで頑張った。眠ろ。やったね、ガブリエル。今日頑張ったんじゃない？600まで溜まったし。新たな願望を選択する。そんなのあんだ。これあるんだ。へえ。ジョークスターとかパーティー好きとかあるよ。でも今は世界の友人でいいよね。友達作ってないけど。参加者の異なる地点だって。魅力スキルを4にする。いろいろあるね。よし、朝だ、朝。
朝が朝。あれ、あれ、あれ、ちょっと、大丈夫？大丈夫？ちょ、待って、起きて、起きて、起きて。仕事、仕事、遅刻した。遅刻した。ちょ、待って、仕事行く。やばい、やばい、やばい、ガブリエル初日から遅刻。OK、OK、じゃあ、仕事に出かけました。ちょっとガブリエルどこいるの？まあいいや。とりあえず、次回、遅刻したガビリエルどうなるか見てみましょう。ありがとうございました。また見てください。